こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はニーヤレプリカントコラボの新しいキャラ3体の性能解説をしていきたいなと思います。はい、ということでようやく来ましたね。まあ、オートマタコラボの後ということで、まあどんなキャラが来るのかなと皆さん期待に膨らませていたところだと思うんですけど、事前にね、そのまあキャラ自体の告知等はありましたけど、性能についての告知は一切なかったので、まあどんなインフレ、さらなるインフレが待っているのか、それともオートマタコラボキャラより もしかして弱いのかとか、まあいろいろ想像はあったと思うんですけど、とりあえず見ていきましょう。まず、ニーヤからですね。ニーヤでは、こっちはあれか、一応正式な名前はないんだよね、この人ね。世界を滅ぼした男ということになっていますが、はい。まあ、この人から見ていこう。で、ステータスとしては攻撃型ですね。A2 よりは低いんですよね。A2 より低くて、2B より若干高いとかっていう感じにはなってんのが、まあ、だいたい 2B と同じぐらいっていう印象でいいかな。はい。で、そう、A2 が攻撃力6000なんだよね。まあ、さすがに A2 には届かなかったかなというところ。で、このキャラの、まあ、唯一無二の性能として、キャラスキルで、これね、味方全体のクリティカルバフができると。クリ率 20% アップ30秒間付与できるっていう点が一番の、まあ、このキャラの、特性になっているのかなというところです。ただし、これ、威力がね、ちょっと低いんだよね。敵単体に 70% ダメージを4回与えるということなので、まあ、A2 と比較すると、まあ、A2 はもう本当にその補助効果というかサポート効果、バフとかそういった効果一切なしで、威力がね、上がるタイプの攻撃に振った感じのキャラスキルだったんで、まあ、これはしょうがないかなというところなんですけど、まあ、このバフをどう見るかなんだよね。要するにこの世界を滅ぼした男に関しては。で、クリ率 20% 付与は個人的にはかなり強いとは思うんですよ。ただキャラスキルということで、戦闘の中盤、まあ中盤以降だよね。最初の少なくとも、そのコンボの、大体コンボ始まって、コンボの最後にキャラスキル打っていくっていう流れが、まあこのゲームの戦闘システムの大体な最初の流れだと思うので、そうなってくると、このクリ率が生きてくるっていうのは、大体まあ2ターン目以降なんだよね。コンボの2巡目以降で、このクリ率が生きてくるので、最初に打つコンボとしては、このクリ率、は基本乗っからないっていう認識でいた方が、まあ最初にもちろんこの世界を滅ぼした男のキャラスキルをね、早めに打って、その後でコンボを組み立てていくっていうことも別に立ち回りとしては全然ありだと思うんだけど、まあその辺は皆さんのプレイスタイルでも変わってくるところではありますけど、まあ個人的にはかなり強めのスキルかなと思ってます。で、アビリティが自分がクリティカル時に与えるダメージを 20% アップ、で、あと規制。まあこれ A2 と一緒なんですよね。要するにこのアビリティに関してはね。ただ、順番が違います。まず最初の状態。何も突ってない、無突の状態だと、まあこのクリ率アップしかないので、A2 のようなね、規制がついてるわけじゃないので。うん。攻撃力上げたかったら、まあ1突以上最低上げる必要があるのかなというところが、まあ A2 との違いですけど、まあこのキャラ性能だけで見ると、まあ、圧倒的に A2 の方が火力が出る。まあ A2 は本当分かりやすいキャラなんだよね。まあシンプルに脳筋キャラクターっていうところが、まあ、A2 の良さでもあるんだけど、この世界を滅ぼした男に関しては A2 よりも火力を若干下げて、このキャラスキルにクリバフをつけてあげたよっていう感じのイメージなのかなって思いますね。はい。で、これ武器も見て総合的に考えるのがいいかなと思うんですけど、A2 体験キャラなので、ね、この世界を滅ぼした男に関しては槍で持つ武器もね、変わってくるので、で、このキャラの武器見てくるとこんな感じなんだよね。これまず、一つ目のウェポンスキルが敵単体に 85% ダメージ4回与える。で、クリティカル時に与えるダメージ増加 20%。まあこれも A2 と一緒なんだよね。A2 のなんだっけ、残機刀、40式残機刀でしたっけ、あれと同じような内容で、で、二つ目、こちらが攻撃バフくっついてて、まあ本当に攻撃力に、傾倒してるような感じなんだよね。で、アビが奇襲くっついてます。今のところ、武器にこの奇襲がくっついてる
武器って相当少ないんだよね。かなりレア。体験ではまだ一つもないかな。なんでクリティカルの出しやすさで言えばこっちの方が上ですね。クリティカルの単純な盛りやすさか、盛りやすさの方で言えばこっちの方があんのかなっていう感じ。あと今現状で奇襲がくっついてるのは、まあこの後見るカイネもそうだし、あと枕武器かな、あのラルスの枕武器にまあ奇襲がくっついててっていう感じ。まああれ小型剣なんでね、若干武器が合わなかったりするし、うん、あと規制もくっついているんで、まあ完全に攻撃型なんだよね。キャラも武器についても攻撃型なので、まあ A2 持ってない方だったら、まあこのキャラは完全に当たりキャラになるかなと思います。うん。今日からね、もしかしたらそのレプリカントコラボを機に、このゲームを始めた方ってこと方もね、当然いると思うので、そういう方にとっては、まあこいつがね、一番のアタッカーになってくれると思うので、まあ、引いて損はないよね。で、すでにオートマタコラボからやってる人にとって、まあね、疑問出てくると思うんですけど、じゃあ A2 とこの世界を滅ぼした男どっちが強いのって出てくると思うんですけど、単純な火力ね、このキャラの単体性能で見れば A2 の方が強いと思う。全然このどっちかっていうんだったら A2 の方が強いし、ただこのキャラについては味方全体にねクリバフが付与できるっていうところで、まあサポート性能があるんだよね。例えば今後ね A2 よりもさらに攻撃力に特化したインフレが進んで、さらに A2 よりも強いキャラが出たとする、単純に A2 の上位互換みたいなキャラが出たとする。そうすると A2 はパーティーから外れるかもしれないけど、この世界を滅ぼした男についてはクリバフ目的で、そのサポーターとしてね、フィニッシャーのサポーターとしてこのキャラを入れるっていうことがあり得るんですよ。全然そういった意味ではこっちの方がもしかしたら息が長いかもしれない、 A2 よりも。うん、この後本当にだから A2 を単純に強くしたみたいな、攻撃力6500とかね、7000とかっていう極端なキャラが出てきちゃったら A2 の立場もなくなってしまう。まあ別に A2 とこの3人で同じパーティー組んだって当然いいんだけど、まあ、そういった場面ももしかしたら今後ね出てくる可能性もあったりするから、そういった意味ではこれはまあまあ弱く引いて損はないっていうか、うん、A2 とどっちが強いかというよりは同じパーティーに入れた方が結果強いよっていう感じだと思うんですよ。まあ今回スルーするっていう方も当然いると思うんだけど、それはもうあれだね、そのパーティーにそのバッファーとかね、デバッファーがいるかどうか、自分にとって必要かどうかなんで、このクリティカルバフがね必要かどうかで考えればいいんじゃないかなと思いますので、まあ僕は強いと思うんだよね。普通にそのまあ A2 ほど火力は出ないにしても、まあ A2 に匹敵するのはクリディツの盛りやすさっていうともう結構いいポイントだと思うので、まあキャラスキルは若干ちょっとさすがにアビバ率低かったりするけど、まあそこはしょうがないけど、うん、まあ僕はいい性能だと思ってますこれ。うん、今回のガチャの3体の中では一番の当たりなのかなって思ってる。はい。で次カイネですね。まあ僕もカイネ、まあね、今回のコラボの好意一点なんで、まあ、期待していたところではあったんだけど、これが残念なことにね防御型なんだよね。防御型今現状で言うとこの、まあ、9S と一緒だね。オートマタコラボでも外れと言われてた 9S 枠になっちゃってるんですけど、防御型で今この1ヶ月遊んだ感じだと防御よりね HP 高い方が耐久力上がるんですよ。これ防御ってそこまでそんなにダメージの差が出なくて、極端に、まあ5000とかね3000とかの差をつけたとしても非ダメージってそんなに変わんないんですよ。劇的に変わることがないので、それだったらもう HP 上げた方が耐えられるよねっていう感じなので、こうやってまあカイネムも結構極端に防御5300と高いですけど、これってあんまりなんだよね。別にっていう感じなんですよ。だから単純にこの回に見ちゃうと、ただ攻撃力が低いだけ。ニーヤと比較しても、ごめん、世界を滅ぼした男だね。世界を滅ぼした男と比べても攻撃力2000低いっていうね、だけで、まあ現状のこのシステムとはちょっと合ってないんだよね、回にね。っていうところ、もうステータスの時点でもう、外れだっていう感じがあるんだけど、スキルとかも見ていくと、まあこんな感じなんだよね。てめえピーしてやるっていう。そう、原作やってるとね、これがピーになってるんだけど、
敵単体に 170% ダメージ3回与える、 HP80% 以上に与えるダメージ増加 40% ってことで、まあ HP が高いほどっていうスキルなんですけど、まあ使いにくいよねこれ。逆に言うと HP79% 以下の場合だともう実力発揮できないってことですから。でアビリティに関しても激励規制、まあこれちょっとレアなんだけどね、あのダメージが 30% 増加するっていう効果で、攻撃力じゃないんですよこれ。最終的に出たダメージに 1.3 倍かけるようなものになっているんで、まあ場面によっては強いんでしょうけど、元々の攻撃力これだからね、元々の攻撃力がとてつもなく上がりにくいので、結果別にそもそもの攻撃力が高い、先ほどの、 あの世界を滅ぼした男だったら A2 みたいなキャラにその攻撃なりクリーディス持った方が全然強いよっていう、わざわざこのキャラね、これで一枠潰れちゃってるしね、うん、だったらもともと攻撃力高いキャラ入れた方がいいのかなというところで、二つ目のアビリティに関しても守護防御アップなんで、これだったらね HP アップだったらまだマシだったのかなっていう感じなんで、まあキャラ性能としては外れですね。ただカイネはね、あの武器が強い、これイニシエの覇王、これ武器が結構強くて、まあステータスがちょっと防御型で、ここはちょっと残念なんだけど、あのスキルがまずウェポンスキルの1つ目、これね、まあ敵単体に 110% ダメージ2回与える、これはそんなに強くないんだけど、これはね2つ目だね、2つ目のリキャスト時間が16秒なんですよ。 45% ダメージ5回与える、さらに味方全体のクリ率 7% アップ10秒間、ということでまあこれが早い、今の現状の武器の中でも16秒、リキャスト時間16秒はかなりトップクラスに早い方なので、まあ、アリーナで生きてくる。でさらに水の小型剣っていうところで、水の小型剣ってまあリキャスト時間短いとかそういった効果もあるけど、まあ選択肢としてはね全然ありだし、で今出てるその水武器がね防御型なんだよね。アビリティに関してもアビリティとか完全防御型で、ここまでスキルもダメージが出るようなものじゃないんだよね。なんでそういった意味でもかなりアリーナでは生きてくる。で激励規制 HP70% 以上に当たるために 15% 増加、これもアリーナでね先行取れれば結構有利なアドバンテージになるんじゃないかなというところで、さらに機種自身のクリーディス 10% アップもくっついてるんで、これも優秀ですよね。ということで今の現状実装されてる、まあ、水武器ね、だいたい防御型になってるんだけど、一応ステータス自体は防御型なんだけどね、アビリティとスキルは結構攻撃型なんだよね。ちょっとここら辺がちぐはぐで、まあこれ攻撃と防御のね数値が逆だったら超強かったんだけど、まあこれでも十分戦えるというか、アリーナではかなり重宝するような武器になってると思うので、うん、まあどちらかというと武器目当てでカイネは引くようなものになってるのかなという感じですね。はい。で3人目、エミール。エミール、まあ杖キャラなんですけど、これな今現状出てる杖キャラの中で一番攻撃力が高いのかな。ただ杖自体がそもそも攻撃力とかね、出ないタイプの、まあ、武器種になってるんで、そこまで意味ないのかなっていう感じはするよね。どちらかっていうと杖はね、回復とかね、耐久型のイメージだったり、まあ、暗闇とかね、スタンとかそういったところを付与するような、まあ、立ち回り、バッファーとかね、そういった立ち回りになってくると思うので、まああんまりこの攻撃力の高さが意味ないのかな。ちょっと尖ってんだよね、だから、このキャラ。あえてそうしてるんでしょうけど。で、キャラスキルも、これすごい癖強いよね。敵単体に 520% ダメージを1回与える。コンボ数によってダメージ増加。って書いてあるんで、まあ、そのコンボは稼げないけど、フィニッシャーとして打つみたいな感じだよね。だからすごいよこれは。本当にそのうまいこと使ってあげないと、まあ、強くならないようなキャラクターなのかなって。でアビリティが規制と守護です。で武器は強いと思う。これ武器かなり強そうだなと思うんだけど、一つ目のウェポンスキルが敵単体に 50% 4回与える、さらに敵単体にスタン1ターン 20% の確率で付与という効果。まあこれ耐久する上ではかなり強そうだし、でこれ実験兵器の回遊リキャスト時間28秒、ちょっと長めなんだけど、味方全体を 15% 回復ということで、まあ耐久
用だよね。もう圧倒的耐久用の武器になってます。アビリティが瞬速と強靭くっついてて、まあこれ守護とかじゃなくてよかったね。これ強靭ついてるおかげで耐久もしやすいだろうし、まあ、杖キャラにこれはぜひ持たせたい武器ですよね。なんでこれはエミールに関してもどちらかというと、まあ武器の方が強いのかなっていう感じがします。はい、ということでですね、まあ今回の当たりで見る当たり、どれが当たりかっていうと、まあ世界を滅ぼした男が一番で、まあ次がエミール、まあ三つ目がカイネっていう感じがしますね。まあこれ もちろん皆さんのプレイスタイルだったり、まあアリーナで活躍させたいとかクエストで使いたいとか、そういった目線でも変わってくるとは思うんですけど、まああくまで僕の評価はこんな感じですかね。なんでまあすでに A2 持ってる方でもこの世界を滅ぼした男を使えば、まあ、あのサポーターとして A2 のサポーターとしても使っていけるよっていうことで、まあ、引いて損はないのかなというところです。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。